の名は、お前の名前はそんなんじゃねえだろ。お前は死んだはずの男だ。ほら、今こそ桐生さんの力が必要やと。お見れんことは。あの人は鬼人会の会長、三代目西谷誉です。このキャッスルを仕切る近江連合の大幹部。若くして金とカリスマと大した殺しの腕をお持ちです。まさに関西極道の鏡や。俺にはどうでもいい話だ。いつまでもお前らのお遊びに。獅子堂よ、あの5人渡せ組で集めてきたんだろう。いっぺんに死なせちゃっていいのか。今夜のキャッスルを盛り上げるためですわ。それに全員がやられるとも限りません。へえ、なんか面白いのでもいた？ええ、期待の新人が一人。よーし、指導、あいつだろ、期待の新人。へい。せやけどまだまだこれからですわ。ええぞ上流、もう一遍生き残ったらご褒美や。上流、あいつがそう呼んでくれ言いますんで。本名は言うてくれんのです。へえ。次はあいつを桐生役にして伝説の喧嘩を再現しますわ。粋な出し物だったじゃねえの、獅子堂。やるな。恐れ入ります、会長。渡瀬組はよく見つけたよ。まだいるんだな、あの強さで。無名の男ってのがさ。この闘技場があるおかげですわ。ここは金と力を呼び寄せる魔界屋を持っております。お前おべんちゃらうまくなったよな。育ち悪いくせに。ありがとうございます。ほな、俺はイベンターのお役目がありますんで。確かにおっしゃる通りで。失礼します、鶴野様。オーナーがお話ししたいと。あ？オーナーってのは？西谷でございます。よう鶴野、キャッスル来たんなら声かけろよ。水くせえな。恐れ入ります、会長。お忙しいと思っていたものですから。よう俺なんぞにお気づきで。俺は千里眼だからな。こっからスコープなしてもお前を狙撃できる。やってみっか。よろしければこれからご挨拶に伺っても。そう来なくっちゃ。隣にいる上流も連れてこいよ。上流と言いますと？おいおい鶴野、俺の目は節穴じゃねえ。一目見りゃわかる、そいつが上流だ。獅子堂のやつも紹介してくれなかったからな。挨拶させに来い。いや実は会長、上流は素性を明かさないという条件でキャッスルに来てもらってるんです。それも渡瀬組がケツを持つ約束で。せやからご挨拶は。へえ、
人の気引くのがうまいな鶴野。そう言われたら余計に知りたくなるじゃねえかよ。会長、これはどういうことでっか。キャッスルの中にいる間は俺が神、お前は手出すなよ鶴野。そいつが本当に上流か確かめっから。せやけど会長。鶴野の頭、話はもう終わりです。オーナーのおっしゃる通りお控え願います。どうやら問答無用ってことらしい。この場はやるしかねえ。毎度のことだがな、来い。上流、なんでお前そんなに釣れねえんだよ。ここは札だって来ねえし、お前の素性がどんなんでも許してやるってな。グラサンも外せよ。会長、もう勘弁してもらえませんか。上流は俺らにも素性明かさん言うとるんです。そりゃさっき聞いた。知らねえっつったろ。分かったよ。お？どうしても俺の面が見てえってんなら、鬼人会の会長さんにはタイマン張ってもらおうか。上流、俺自分より弱えやつの言うことは聞けねえんだ。いい、いいね上流。そんな風に言われたらビンビンになっちまう。あ？いや、おっしゃー。お前ら手出すんじゃねえぞ。タイマン久しぶりでさ、俺ももう偉くなっちゃって、最近は誰も本気で相手してくれねえんだ。おかげで体が欲求不満、うずいてうずいてしょうがねえ。これから俺とやるのは喧嘩なんだよな。当たり前だろ。ただお前が死ぬまで終わんねえぞ。そっちがその覚悟でいるなら結構だ。俺も遠慮なくやれる。うわっ、会長。くぅ、なんてざまだよ。俺もとんだまぬけじゃねえかよ。どういう意味だ。上流だって。違う違う、お前の名前はそんなんじゃねえだろう。お前は死んだはずの男だ。そっか、やっぱあれか、バレたらまずいやつか。でも俺の目はごまかせねえよ。うわ、会長、一体何を。お前も知ってたんだよな鶴野、こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ、道島の竜。お前も知ってたんだよな鶴野、こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ、道島の。もうええ、そこまでや上流。それ以上やったらこの船出られんようになる。you
何ボサッと突っ立ってんだ。親分の面倒を見てやれ。ダハ、ふざけんなこれ。お前生きて帰れると思うとんのか。なんや聞き捨てならんの。上流は渡瀬組の客人やで、それを俺の前で殺す言うんか。自分とこの親父やられて引っ込んでられまへんわ。ああ、そしたら自分西谷会長の言いつけに背くんか。ああ、さっき喧嘩の前に言われたやろが、お前ら全員手出すなってな。俺は間違いなく聞いたで。お前はどないや。そんなもん覚えとらんですわ。何威張っとるんやボケ。そんな鶏みたいな頭でよう俺に吠えたの。に鶏。そしたら何か。お前は会長の言いつけにも渡瀬組頭にも逆ろうて上流殺す言うんやな。他のもんもそうか。そうやったら言うてみ。やっぱりお前だけやないかい。お、ちょ待ってくださいよ。ええやろ、うちを敵に回すんやったら覚悟せえよ。いずれ手打ちにするとしても、そん時はお前の首が最低条件や。それでもまだ俺に吠えるんやったら大した度胸や。線香の一本でも上げて褒めたるわい。身の程わきまえろや。すまへん。すまんかったな。もう行ってえで。上流西谷会長には俺からよう言うとく。上流おかえり。なんや大変そうやったな。みんなえらいこっちにらんできとんで。ああ目合わせない方がいい。すぐに出してくれ。西谷が目覚ましたら面倒なことになる。あんたどこ行っても楽しそうにやってるな。ほんま感心するわ。遅かったじゃねえか桐生さん。俺の名前は上流だ。時間がかかったのはお前に送る写真を撮ってたもんでな。写真？今送ってやる。いい船だ。札に没収されるのはもったいねえ。これは何の真似だ。てめえ何が目的だ。先に吹っかけてきたのはそっちだ。お前が俺に絡んでこなきゃこうはならなかったんじゃねえのか。とぼけやがって。なら死んだはずの桐生一馬がなんで近江の船に乗り込んできた。ただ遊びに来たって。そんなもん誰が信じる。鶴野も獅子堂もグルだろ。あ？お前なんとか言え。電話に叫んだとこで誰も怖がっちゃくんねえぞ会長さん。なるほど上等だよ。ならこっちに顔出してもらおっか。やっと誘ってくれたな。その言葉待ってたぜ。蒼天堀にゴルフセンターがあるな。明日あそこに来い。うちの若頭を迎えに行かせる。お前は来ねえのか。心配すんな。おとなしく案内係についてったら会ってやる。あんたはもう俺のこの手でやらなきゃ気が済まねえよ。楽しみにしてるからな桐生さん。
そういえばご存知でしたか、桐生さん。西谷会長は人言派の出です。人言派。昔東上界に何度も潰されてきた韓国マフィア、その生き残りの荒野メンバーとはチリジリになって、西谷会長も自分の出自を隠し日本人として生きてきた。で、持ち前の力と凶暴さでのし上がってから組にカミングアウトしたんです。まあ近江の中でそのことどうこう言うもんは誰もおらんし、鬼人会の会長に面と向かって言えるわけもない。日本最大の極道は何人だろうが一ちゃん強いもんが上に立つんや。なんでそんな話を俺に。あんたも人言派を叩き潰してきた一人やないですか。多分西谷会長はあんたが堂島の竜と知ったんでえらいハッスルしとるんです。桐生一馬の因縁は一遍死んだぐらいじゃ消えそうもない。他にもボロボロ出てくるんとちゃいます。そん時は何度だって死んでやるさ。それは沖縄の子供たちを守るためちゅうことで。あいつらの話はお前らに関係ねえ。ほっといてもらおう。とんだ失礼よ。どうやら仲のいいバディとはいかんようで。やっと来たかよ、桐生。こんだけ人からコケにされたのはいつぶりだ。次は最初から殺す気でやってやる。せいぜい楽しませてくれや、鬼人会。せやな、上流。はあ、行くぞ。ふざけんなやボケ。それ以上は行かさへんで。悪いな。ずいぶんえげつないですね。壊れてしもうたか。西谷会長の部屋はこの上です。きっちり半殺しにしておりましょう。指導火だ。火つけとるのは渡瀬組の仲間です。頭のご指示で。鶴野、あいつもここに来てんのか。話は後や。今は火が回りきる前にやることやらな。よく来たな、お二人さん。そっちの犯人や。それでごまかせてるつもりかよ、獅子堂。さすが英明してますな。どういうつもりだ。俺ら近江の内輪で潰し合ってお前らに何のメリットがある。メリットの話で言うたら、キャッスルはありがたくいただきました。鶴野の頭もお喜びでしたわ。そんなのが目的じゃねえだろ。金なら渡瀬組も十分稼いでる。今さら鬼人会敵に回してまで欲しがるか。しかも桐生一馬が生きてたこととはつながんねえ。なあ桐生、あんたももういいだろう。顔見せてくれよ。やっぱりだ、堂島の竜。なんだよ、あんたが全盛期の時にぶち殺したかったな。獅子だ。
俺一人で行く。お前は手出すな。ええ。お手並み拝見といきますわ。お前、桐生とはどういう関係なんだ、獅子殿。鶴野も一枚噛んでたよな。まさか渡瀬の頭も承知か。どうでもいいだろうな、そんなことは。あ？これからあんたを叩き潰す。別に恨みがあるわけじゃない。こいつは仕事だ。だがこの間の喧嘩じゃお互い消化不良だったよな。あんたは俺に負けた気がしてねえようだし、今度は勝てるとさえ思ってる。要はすっきり蹴りがついてねえ。そうだな、確かにくだらねえ話はどうでもいい。今俺が聞きてえのはお前らの悲鳴だ。いい声で泣けよ。桐生さん、こっから外に出れます。分かった、低下せ。西谷を連れ出す。そいつはあんたの正体に気づいとるんやで。人言派としての恨みもある。置いてったらいいんや。うるせえ、早くしろ。クソが。そっから非常階段で降りれます。ドア開けて。西谷は俺が。西谷に生かしとくんです。殺した方が楽に決まっとる。だが鶴野は。じゃかし、もう済んだことや。それに鶴野の頭も全部承知してます。なんだと。寂しかったろ。西谷、桐生一馬に渡瀬勝。お前らクソ虫だよ、裏切り者の老いぼれども。あんたはなんで生きとるんや。西谷会長。西谷会長を殺したんは俺やったでしょ。桐生さんはその現場におったが、俺の背中越しにしか見とらんかった。血のりが出るおもちゃで刺すふりしとっただけや。ちゃんとすぐそばまで救出チームを来させとった。全部計算づくや。お前らの悪だくみもここまでやな。なんでや、獅子殿。お前も西谷を恨んとったやないか。せやのになんで。おっしゃる通り、俺は西谷会長にずっと命握られて何年も地獄を味わわされてきた。そこに手差し出して拾ってくれたんはあんたや、頭。その恩を仇で返すんか。ガキンコロ、ゴミクズ当然やった俺が、今じゃ肩で風切って街歩いとる。ずっと憧れよった眩しい夜を生きとるんやで。強い側に立って初めて分かった、力と恐怖で人を支配するっちゅうのはこんな気持ちいいもんなんやな。お前
俺が食う飯、着る服、抱く女、あんたはそれを俺にくれたったと思うとるかもしれん。ああちゃうで。何年もかけてどん底から這い上がったんはこの俺や。あんたは最後にほんの少し手差し出しただけ。どえらい勘違い男のあんたにアコで使われて何遍ぶっ殺そう思ったかわからんで、我ながらよう我慢できたもんや。あんたに借りなんぞない。俺が手にしたもんは全部この俺が自分の力で勝ち取ったもんや。それを何や、国をなくすやと、近江連合を解散させる、アホ抜かせ、頭湧いとれるか腰抜けか、獅子堂。せやけどお前らの陰謀騒ぎ立てたところで何の証拠もない。時が来るまで泳がしとくことにした。さらに証拠掴んだとして一人で近江を塗り替えれる思うほど俺もアホちゃう。ちゃんとその後の絵描いてみせな。誰もついてこんやろ。鬼人会を後ろ盾にしたらみんな解決や。この間火事場で助け出した西谷会長に俺は手の内全部晒した。桐生一馬の生存、近江連合と東条会の解散計画、驚愕の裏切り、許しがたい陰謀だよ。だろ渡瀬の兄貴。昔はあんた人言派の出ってことも気にせず俺を認めてくれたじゃない。極道は力さえありゃそれが全てだって。口だけじゃなく手本も見せてくれた。あんたを本物の男だと信じたから代わりに手汚すのだって構わなかったんじゃねえか。あんたが任侠の善玉みたいな顔してられんのは誰のおかげだよ。なのにこの俺を解散の邪魔だ、殺せ、始末しろときた。耳を疑っちまうよな。ちゃう、あんたを殺すっちゅうのは俺が言い出したことや。黙ってろ鶴野、言い訳にもならねえんだよそんなもん。俺のことも近江のことも渡瀬の兄貴は裏切った。俺らがそれでどんだけ傷ついたと思うなあ。それに引き換え獅子堂、お前はマジで大手柄だ。愛してるぜ。あんたらがいらんいう近江の組織は俺らが丸ごといただいたる。そのためになら憎い相手だろうと喜んで尻尾振るってわけだ。おうよ、そこまでやったから今この状況がある。正直に言う霊気にはこの状況は想定外や。相手は渡瀬組と鬼人会の連合軍。こんなありがいな、今日一番の山場が来るのは近江の本部へ戻った。ああ、俺もそのつもりだった。だからもしあんたが無所で体なまらせていたんなら多分俺らはここまでだ。ふん、わしゃ今日という日に備えとったやで。なまっとるわけないやろが。あんたこそ年食って錆びついとらんやろな。いいだろう、少し希望が出てきた。お前はどうだ鶴野。どうって、あんたらレジェンドとトリオで喧嘩できるんや。さっきから血たぎってしやがれ。上出来だ獅子堂。長いこと念入りに計画を進めてきたらしいな。
だが随分でかい穴がある。ああ、ここで俺らを始末できなかった場合はどうなる。その時は何もかもご破産じゃねえのか。本当にここにいるお前らだけで俺たちを止められるのか。おもろいな。また動画撮っとけ。近江連合全員に俺らのお手柄見せな。へい。老害どもはまとめて始末したる。今ここが新生近江連合の幕開けや。ぶち殺したれ。しゃあ。こんなアホなことあるかい。おかげでいい肩慣らしになった。悪いが俺らの本番はこの後なんでな。まだ終わっとらんやろが。おめえ、せっかくのスクープをすまんな。殺したかったのはあんただよ。わしもお前やったらそう考える。お前に殺されるんやったらしゃあない。あんたのそういうとこが好きだった。なんで裏切った。なんでだ。渡せ。悪いな、わし今日は死ねんのや。ザクラ、まだ嫌がったのか。あなた方のピンチかと思い切ってアクセルを踏んだんですが、少し過剰防衛でしたかね。花、なんでここに。うちもおるで。最近はうちでも赤目さんから蒼天堀の情報を仕入れてましてね。彼女は大したものです。この町一帯に目と耳を張り巡らせている。すると今日、死んだはずの西谷らしき人物が目撃されたと。ほんのついさっきな。それで余計なお世話かとも思いつつ様子を見に来たんです。手ぶらじゃなんなのでリムジンをお持ちしました。近江の若頭を乗せるならこれくらいのグレードでないと。スーツの替えもあるで、上流。あんた血まみれやんか。えらい気の利く味方がおるんやな。俺も驚いてるよ。親父の着替えもここにあります。どうやら腹痛い言うて休んどる暇はなさそうやな。ああ、言ってなかったか。ふん。ここからが本番なんだぜ。ふん、分かっとるわ。ちょっとしみるかもしれんけど、見た目だけでも傷隠さな。これから近江を解散しよういうのにカッコつかへんやろ。自分とこの飼い犬にめっちゃ噛まれてましたって。痛いとこついてくんな、姉ちゃん。
返す言葉もあらへんわ。お腹は血止めただけやからな、せいぜい動かんようにしとき。くそ、いった。あなたは休んでいるしかなさそうですね、鶴野さん。歩くのも辛いようではどうしようもないでしょう。アホ抜かせ。親父は腹まで刺されとるんやで。それに今日のために準備重ねてきたんはこの俺や。これからって時に外されてたまるかい。まったく、なんでそこまで上のために体を張れるのか。極道というのは気が知れません。こいつは今時珍しいタイプだがな。それより西谷はどうする？ご心配なく、すぐ大道寺の者が回収に来ます。我々はぼちぼちここを出るとしましょう。みんなお待ちどうさん、私さんの傷隠しメイク完了や。もう近江の本部行ってええよ。うちはここでお見送りや。お、上流、何？あんたに初めて会った時はここまで世話になると思ってなかった。ありがとな、赤目。改めて礼を言う。なんや、そんなもんこれきり最後のお別れみたいやんか。そうだな、少し固く言いすぎた。戻ったらまた上流に仕事用意しとくさかい。そん時はしっかり頼むで。ああ。